中央大学法学部、明賀谷キャンパス、どうですかということで、2023年4月に法学部が多摩から明賀谷に移転するわけですけども、地下鉄丸の内線の新大塚駅前にできて池袋からも近いということで、東京の都心回帰、中央大学法学部が東京の街のど真ん中に戻ってくるので、まあ、大変人気が出るんじゃないか、中央大学のブランドが上がるんじゃないかとも言われているんですが、 えこれは個人的には私があんまり好きじゃない、駅前ビルだけキャンパスということで、8階建てのビルが1本、ボーンと立ちます。上から順に、まあ、7、8階が研究室ということで、先生のお部屋ですね。6階がゼミ室と教員個人研究室。5階が小教室、ゼミ室、屋上庭園。4階に図書室、ラーニングコモンズ、自習室、グループワーク室。3階が情報処理教室。で法学部の事務室、大教室。 2階が大教室、中教室、1階に学習支援センターと特大教室、地下1階に学食、購買、保健センター、地下2階に法食研究室、学研連研究室、公務員研究室、体育トレーニングルームということで、まあ、この地下2階は、まあ、公務員とか弁護士とかを目指す、まあ、サークルというよりはまあ学生の勉強会のような部屋と、まあ、体育館とまでは言わないんだけど、体育の部屋ができるということで、まあ、予想通りですね、 駅前ビルだけキャンパスでございまして、私個人的にはこれは面白くないと。まあ、何がないかというと、まず多額部との交流がないわけですね。もともとの駿河台にあった頃の中央大学というのは、まあ、文法、商、経済という塊だったわけですけれども、今の多摩キャンパスと比べても、ですねまずあのレストランがたくさんある巨大な学食を失うわけですね。またま、100万冊以上、150万冊でしたっけ、すごい数の本がある。 いわゆる総合図書館、中央図書館と呼ばれるでかい図書館を失うわけですね。さすがに8階建てのビル1本の4階だけが図書室ということで、そんなにたくさんの本は法学部を置けないんじゃないのかなと。で、生協も明らかに小さくなると思います。また、多摩ニュータウンの学生寮とかですね、留学生との交流という機会もなくなる。な、ま、ん、あ、といっても多摩キャンパスにあるスポーツ設備、グランドやプールや体育館とかですね、さまざ、あ、まなスポーツの設備がないと。 で駅前ビルキャンパスなんで自然がないということで、まあなんというかですね、本当に駅前の専門学校とか塾と変わらないビルでして、あとは多摩キャンパス自体も法学部がいなくなってしまうということが、まあなんとも大学としては寂しくてですね、その公務員とか弁護士、特にまあ弁護士ですね、中央大学は、目指す上で都心にあるというのが最大の売りなんですけど、実は、 他の文系学部と総合大学を作っていた中央大学が法学部だけ都心に来るというのは歴史上初めてなんですね。専修大学は法学部だけずっと都心にあったんですけど、だからといって専修の方ばっかりすごいブランド力高かったかというとそうでもなかったわけで、個人的にはやっぱり、まず公務員や弁護士になりたいという人もしかして気持ち的に最近の若い人減ってるんじゃないのかなと。まあ、公務員志望の人まだ多いとはいえ、弁護士はですね、 ご存知のとおり、ロースクールができて、昔に比べて弁護士はなりやすくなった代わりに待遇が悪いと。なりやすくもないですかね。ということで、その中央大学のブランドというよりは、法学部とか公務員とか弁護士のブランドというものが、昔に比べるとすごい若者を引きつけてないんじゃないのかなという気もして、むしろ大学生らしいキャンパスライフを送ろうという点では、同じように都心にあるとはいえ、 多学部の学生と一緒に交流のできる明治法、法制法の方が人気が出るんじゃないのかなと、その法学部だけの短科大学の中央よりも楽しそうというですね、いう感じがしなくもないなと思う反面、まあこれだけ気合い入れて都心回帰する以上は中央大学法学部を大いに頑張っていただきたいと思います。